俺の区間は AWM、 はいどうもスコアルです。今回はですね、進撃の巨人ガチャあるじゃないですか。今回ちょっとそちらの方をですねリベンジしてやっていきたいと思います。どうせやったらですね、俺もいろいろ車とか銃とか欲しいですからね。配信でもスコアルさん手に入れないんすかみたいな感じで言われますんで、回していきましょう。それではやっていきます。お願いします。紙だけって記念ってね、回した記念か。次いきます。いやー、銃はいらないっすよ。次いきますよ。いやー、あ、これいいんじゃない。これ普通になんかちょっとエッチい感じですね。次いきます。馬、あ、馬持ってないんで嬉しいです。あ、これ、え、これ有機ゲームもある、知らんかった。これ持ってますね。次いきます。有機ゲームもあるんだね。ほんといらないですね、髪型は。あ、なるほどね、なるほどしか言えんよ。いやー、それ僕持ってるんすよ。申し訳ないっす。それ僕持ってるんすよ。あと普通のガチャの方も回していきたいと思います。こちらね、やっていきますよ。いやー、でもね、悔しいね。やっぱね、回すからにはやっぱね、車が欲しかったっすよね。車が。回しますよ。あー、なるほどね。ちょっと先にこれダイヤのやつ回しましょうか。ダイヤの方ですね。あー、これ結構こっちのやつ渋いよな。いつもこれ、思うんですけど、これ渋いっすよね。よいしょ、9回ですね。やっていきます。なるほどね。ほんと、限定のやつ全然出ねえな。文化不足？ああ、そこそこ。これ。渋いね。こっちは。こっちは、いかんせん渋いな。なかなかこっちですね。限定の T シャツとかは出てくれないみたいですね。この後ろのね、テーマとかも地味に俺欲しいんですけどね。そんな感じで、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。暇なんでですね、普通にプレイしてやっていこうと思います。あ、マジクソ暇やな、ほんと。敵とね、合わんちゅうのはですね、基本的にいいことやと思うんですけど、合わなさすぎるのもですね、暇すぎますよね。最初の街にね、一人もらんかったら結構ね、なんかあんまり楽しめないんで、これ面白くないんですけど、あれですよね、なんか敵に会って、その、会う前に先に見つけられとって、先に撃たれて速攻死んでしまうみたいな、そういう展開が一番つまらんすから、そういう展開になるよりは、会わずに死なないっちゅう方がいいかなみたいな、ちゅうふうに思うんすよね。どっちがいいっすか皆さん。その、会って死ぬか、それとも会わずに死なずに長く生き残るか、どっちがいいんすかね。なんとも言えないっすよね。交戦できるんだったら、その、きちんと交戦はしたいっすよね。たまにその、不意打ちで死んだ時とかは、もう本当に、って感じになるんですよ。それがですね、そういうふうに相手をさせていくのが、荒野行動の、醍醐味でもあるんで、なんとも言えないですけど、そこら辺はちょっと考えものっすよね。そんなこと言ったら普通におったわ、普通に。お、マジか、今、絶対俺引いたかと思った。これ俺死んだやろ。とりあえずこれ六角にこもるしかねえな。もうそれしかもう、特に道ないもんね。あいつめっちゃこっち見よるな。撃つ、ねえ、こっから撃つわけないじゃん、ほんと。どう考えても決め打ちされるんだけど、撃たんよ、ほんと。あいつがね、動き出してから撃つわ。動き出してから撃った方が、だいぶ有利よね。そうするに決まってんやん、ほんとな。さっさとあいつ変わんなく入ればよかったのに。絶対そっちの方が強いよ。あー、クソ暇だ。この家の中にね、俺ずっとおるんすよ、ずっと。ずっとおるっす。今喋っとるけんしてたんですけど、普段はですね、こういう家の中でおるときは、索敵しながら、敵を索敵しながら、なんか YouTube の動画見たりとか、アニメ見たりとかしてますね。なんかそういうね、時間の潰し方をですね、しながら自分荒野行動してます。まさかのね、荒野行動しながらその、動画を見ちゃうとか、書類を書いちゃうとか、そんなことしてますね。ある意味完全にナメプですよね。それをしてから、残り、20人切って、アンチの中に入って、また芋って、みたいな。それで狭まるまで待ってます。なんか芋るの嫌いって人よくおるんですけど、俺は芋ってる間に、もう全く全然違う、
ね、ことをしてます。生活のことだったりとか、娯楽のことだったりとか、そんなことをしてますね。まあそうやって気楽にできるんで、僕はシングルとかソロが、まあ、好きだったりする瞬間があります。荒野行動でも PUBG でも、実はしれっと僕、ソロでプレイしてるんですよ。しれっとログインしてやってます。まあ最近あんまり、ね、ログインしてゲームはできてないんですけど、まあログインしとるときは僕が収録で、ログインしとるか、たまにこうやって乗らしとるかって思ってくれると、まあ、嬉しいですね。まあ、意外とこうやってね、なんか、ね、普通にバトっとるように見せかけて、まあ、収録だったりすることもあるんで、まあ、なんとも言えないところだったりするんですけどね。まあ、移動してきたんですけど、まあ、相変わらず暇。相変わらず暇っすね。うわ、今日の夕食何しよっかな。何がいいと思います？僕の今日の夕食。昼飯と昼食と、ね、昼食と夕食。まだ決めてないんですよね。やっぱ、まあ僕がいつも毎日作ってるんですけど、毎日作ってるとですね、もうネタなくなってくるっすね。なんかね、やっぱ買うお肉とかも安いお肉が増えるんですよ。例えば、ね、俺が買うの3パターンなんですけど、あ、4パターンか、4パターンなんですけど、まず、鶏のささみ。ささみとか胸肉ね、胸肉系と、鶏のミンチ。あと、豚のバラ。あと、豚のミンチなんですよ。で、この、お肉4パターンだと、もうね、本当にね、もう似たような飯になるんですよ。ほんと、炒め物か、ハンバーグか、ね、ミートボールかみたいな、そんな感じになるんで、これ結構難しいんですよね。なんか、わりかし早めに作れて、なんか、ね、早めに作れて、なおかつ、レパートリーの広げれる方法あったらですね、まあ、コメント欄かなんかで、マジで教えてほしいですね。飯毎日作るのもですね、やっぱり、ね、自分一人だけやったらですね、同じものでもいいんですけど、人に食べさせるんだったら、やっぱちょっとね、同じものじゃいかんなって思うんですよね。難しいですよね、そこら辺。主婦の方が僕の動画見てるかどうかわかんないですけど、主婦の方は今多分、うんうんって共感していただいてるんじゃないかなと思います。やっと来たね。マジ長かった。やっとまともなね、戦いができるよ。あ、こっち見よるね。これ多分ね、構えたら弱いんだよね、こっち。スカーだから。弱いんで、とりあえず、ちょっとまあ、引っ込んで、軽く腰打ちで一発当てて、ちまちま削りながらこれやっていきましょうかね。ずっとあそこでうろうろしてくれてるんですね。まあ必死にね、僕の方を見ながらですね、やってくれてるんですけど、まあ、ぶっちゃけまあ向こうの方がアンチから遠いですし、僕はもう削るだけでいいんですよ。削るだけ削って、まあ血がバッと出るんで、それで他の敵も索敵してから、あいつが的になってくるんで、まあやりやすいですよね、ああいうのがいると。たまに自分するんですよ。結構荒野勢って、その、なんちましょうか。ね、のっぱらの高いところでずっとうろうろしながら敵サクテキするじゃないですか。頭出さんかなと思って、で頭出さんかったらそいつが的になってくれるんで、そいつを的にしてまあおとりにして逃げたりとか、そいつを的にして他のやつを撃ったりとかするんですよ。結構相手のプレイングをこうやってね利用してから立ち回っていく方法結構ね僕しますし、これおすすめですよね。いかにね敵に注目を集めるか、いかに敵をうざく思わせて、他の敵に撃たせるかっていうのが大事になるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。伏せてんな、あそこでな、箱で伏せられるとね、本当にわかんないんですよ。それが人なのか箱なのか本当にね区別つかんくないですか。やっぱこうやって銃声出してくれると嬉しいよね。マジ助かるわ。まあ、こうやって索敵する時間があるうちに全ての敵の場所を把握しておきたいですよね。もう把握しとったらこれ勝つからな、普通にな。アンチも近いし、あと一人。先にちょっとこれね、ギリ倒したのはでかいっすね。最
高にこれね、魚振ったね。